皆さんこんにちは、キコです。本日はゲストの方に来ていただいております。シンガーでラッパーの小町さんです。よろしくお願いします。あの、以前にちょっと小町さんの方のチャンネルには出させていただいて、ホロスコープを先生術で見ていただいたことがあるんですけども、今回はキコットに来てくださってめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。いや、本当ですか、うん、いや嬉しい。あの、今回は小町さんを逆にこう分析というか、いろいろ深掘りしてお聞きしたいなと思っております。じゃあ早速なんですけど、最初にちょっと小町さんのご紹介みたいなものを視聴者さんに。はい、 This is COMACHI 小町です。ラッパーとあと歌もやって、そして最近占星術、ホロスコープの占い師としても活躍、活動してます。すごい幅ですよね。はい、どうしてそこに行ったのかという話はこれから今日はね、これからそれを視察しますけども、はいはい、元々はインディーズでされてて、はい、でメジャーデビューされてみたいな。そうですね、まあインディーズで、あの、ラップね、ヒップホップを始めて、はい、そしてあのメジャーデビューも経験して、そこからまあいろいろあって自分で自主レーベルを立ち上げて、もう今は自分一人で全部やってる。すごいですよね。会社に入ってというか、そのメジャーでどっか所属してっていうのはどれくらいの期間、うん、これはね、私たったの2年なんです。実は2年で、はい、2年間でいろいろ経験させてもらって、更新しなかったみたいな。はい。で、じゃあ独立されてからはどれくらい、もう10年ぐらい経ちます。でもそっちの方が全然長いですね、はい、今結構時代的にも、うん、風の時代になってそれで独立して自分でやっていくっていう方、うん、すごい増えてますけど、うん、かなり先取りされてたってことですね。かなり先取りでしたね。2011年にもうその動きをしていて、メジャーに所属している時に何か違うなっていうのがあったんですね。もうこれからは自分軸で独立して何かを表現していくっていうことが必要になってくるんじゃないかなっていうのを思って、即行動してました。うわ、すごい。もう直感ですぐ行動する。直感で行動しすぎ。ちょっと早すぎて、ちょっと周りから大丈夫って言われるぐらいの。じゃあ、外側から多分見てる方からしたら、メジャーでこうバンバン出てる時が一番幸せそうに見えてたかもしれないんですけど、うん、小町さんとしては全然そういう感じではないってことですか？ああ、そうです。幸福度っていった意味で言ったら、うん、やっぱりメジャー時代っていうのは、まあ忙しさもあるし、はい、いちいちいろいろ自分の内観とかもする時間もないですから、はい、ちょっとしんどいなっていうのが大きかったかもしれない。あ、でもこうメジャーでやっててよかったなって思ったというか、これはもうメジャーじゃないとできなかったみたいなことって何がありますか？うん、やっぱりあの、届かなかった人たちに自分の音楽が届くようになったっていうのはすごく良かったことだし、 あとは一つの夢として、あの、渋谷の交差点、はいはい、さっき一緒に歩いたじゃないですか、はい、あそこに自分の看板がドーンって出るの夢だったんですね。はい、それが叶ったりとか、ちょっと私もそれやりたい。そういうの、あとあの、ラッピングバス走るじゃないですか、はい、あれに自分がなったりとか、それ嬉しい。そういうやっぱワクワクさせてもらったっていうのはすごくあります。なるほど、はい、でそういうやっぱメジャーで良かったなっていうのもある反面、うん、なんか私のイメージなんですけど、メジャーになって、うん、その会社に所属してとかってなると、うん、内観すると逆にしんどい時ってないです？あー、本音の通りにやれてないことに気づいちゃうってことですか、ね、うん、そうです。本当はこれやりたいって出てきたところで、できないからね。そう。そうです。やっぱそうなんですね。本当にそれはあります。大きな会社に所属してやるっていうことは、うん、やっぱり自分のこう思いだけではできない部分っていうのが増えていくので、別にどういう NG を出されるんですか？どういう NG だったかな？歌詞はこの単語は使っちゃダメとかもあるんですか？そうですね、まあ歌詞に関してもありますし、あとファッションもそうだし、ファッション、うん、音楽的なところもそうだし、はい、いろんなところに関してやっぱり一個一個みんなのイエスが得られないと進まないっていうのはやっぱありますよね。それどこの多分会社でも一緒だと思うんですけど、うん、それの中で作っていく面白さもあると思うんだけど、確かに確かに、そう、私はなんかね、2011年の大震災があったじゃないですか、はい、あれの直前ぐらいに何かが来るって思ったんですよ。何かが来る、来年ってなって、このままでは多分いけないっていう
すごい。まあ、ただの勘なんですけど。いや、でも小町さんの勘ってすごいじゃないですか。なんか。いや、お話聞いてても、天と繋がって動いてらっしゃる感じがするんですよ。うん、小町さんそもそも繋がれるんですか、うん、なんか、メッセージが降りてくる回路みたいなのが開いた、うん、感覚が実はあって、それがきっかけが MC バトル。まさかの MC バトル。え、だったんですね、ラップの。はい、ラップの MC バトルに。しかもバトルって結構。バトル以前に、フリースタイルとかサイファーっていうカルチャーがヒップホップにあって、うん、みんなで集まって、本当に思いついたことをずっとラップし合う。時があるんですね。その時に最初は自分の考えたことをラップしてるんですけど、うんうん、ある時何にも考えてなくてもなんか意味深なことを言ってる自分とかがいて、でもじゃあ自分が何言ってんだろうみたいな感じになる。そうそう、あれ今なんか言ってたみたいので、そういう感じなんだ。撮って後から聞くとなんかすごいメッセージなんですよ。私こんなこと言ってないみたいな。そのあたりからちょっとおかしくなってきたっていう。言ってるときは無なんですか？無なんです、ね。えぇ、ーうん、でも、あれって、考えてたら多分追いつかないですよね。追いつかないレベルになってきますよね、ずっとやってると。そうですよね。そこで回路開いてたんですか？そこで、そのなんか、パシッと言葉が来るっていう現象。言葉で来る現象が起き始めて、逆にそっちの方が面白いなっていう。はぁ。じゃあそれで、なんかまあメッセージを受け取ったりしてるうちの一つとして、なんか来年来るなだったんです、うんうん、あ、そうですね。すごい。でも来たところで、なかなか信じきれない人って多いと思うんですよ。確かに。そんななかったですか、うん、苦しいっていうのもすごいあったと思います。それがすごく楽しいだけだったら、よかったけれども、外見のことを周りからすごく言われたりと、まあスタッフから。スタッフさんからも言われるんですか？そうです。もう体重管理とかも全部私以外のスタッフはみんな私の体重を知っているみたいな。やっぱりその純粋に音楽がやりたいっていう以外の何かストレスっていうのがやっぱすごくあって、こういうものに当てはまるこういう曲をとか、この時期のバレンタイン用の曲をみたいな風になってくると、これが果たして私がやりたいことだったかっていう風になって、音楽を始めたきっかけがもうありのままの自分を表現できる術として始めたので、ちょっと違うかなっていう感覚 で、ね、ありのままの自分を出すことに喜びを感じて音楽されてるわけですもんね、うんうん、売れることが目的だとまた違うと思うんですよね。それもあった時に、なんか来年何かが来るっていうのも一緒に来て、確信になったというか、なるほど。でそれで独立して、結構そのままトントン拍子に行った感じですか？自分自身でそのすべてマネジメントして制作して世に出していくっていう流れは、正直最初自分でできるかなって不安はあったんだけど、いろいろ助けてくださる方も周りにいて、それでなんとか実現できて。あ、じゃあもうできるから独立したわけじゃなくて、じゃなくて独立専攻で、でもやりたいからなんとかやってたっていう。できるぐらいの感じで。でもそれが大事なんですよね、きっと。いや、だってちょっとそこに、置かせていただいてますけど、独立されて一番最初にですね。そう。これが絵本。絵本なんですよ。これそう、中身ここにあるから。絵本なんだと思って、こう見ていくと、内容も結構スピリチュアル。これ内容、風の時代ですよね。めっちゃ風の時代。そう。これ、下ろして書かれたんですよ。これも、ストーリーが、バーっとこう、出てきて、書き留めて、なんじゃろうっていうところで、これは、絵本かなってなって。さっき、私これどういう意味ですかって言ったら、私も下ろしたからよくわかんないんだよね、みたいな。自分でも何だったんだろうって後々思う感覚で、ちょっとずつ溶けてきてるんですよね。そうですね。これ出されたのが2011年、10年前。で、最後に CD ついてるんですよ。そう、ここに CD がピッて入ってるんだけど。すごくないですか？独立して最初でできるかななのに結構攻めました。いきなりイレギュラーなことやってたんですけど。で、この曲がこの内容とリンクしてるっていうことですよね。そうなんです。最初はファンの方びっくりされませんでした？めちゃくちゃびっくりしてたし、みんなハテナだと思います。ちょっとスピリチュアルの視点がないと、おってなりますよね。多分今考えるとね、そうだったんですけど、で自分ももともとスピリチュアルっていうものに対して、向き合ったのって結構早くて、ああ、そうなんですね。高校生の頃からインド哲学の本を読んで、アートマンとブラフマンとはみたいなこと考えてたので、
ちょっと変わった女子高生だったんですけど、なのでスピリチュアルの目覚め早かったんですよ、うんうん、自分の中ではすごい普通だった。なるほどなるほど。で、あとそういう自分が今まで叶えたかったさっきの八甲前の看板になるとか、はい、そういうのも実はもう引き寄せの法則とかで、そうなんだ、はい、全部叶えちゃってたりしたんで、やっぱそうなんだ。アーティストの方とかに聞くと意外に皆さんそれやってらっしゃるんですよね。多分やってるかもしれないですね。え、どうやって引き寄せやってたんですか？私歌で、はい、道端っていうインディーズ時代に1個出した曲があって、はい、日本のラップの定番曲みたいに言ってもらったんですけど、まずそれ自体も、はい、そうやって言われる曲を作ろうと思って作った。へぇー。その中で、歌詞の中で渋谷のハチ公前になんとかっていう書いてるんですか？ PV もそういう PV ができてて、で、それが本当になったっていう感じなんで。すごい。だって歌詞にしたら自分が一番聞くし、こう言うわけですもんね。うん、そうですね。そうですね。本当にそうです。だから日本のナンバーワンの女性ラッパーですって言ったんですよ、自分で。I'm number one って言って。本当になってらっしゃいますもんね。さあ、本当にみんなが言うようになったんで。すごい鳥肌。うん、なんかあると思います、ね、だから本当にそういうのは。はあ、うん、それをもう何者でもない時に言っちゃうってことですね。言っちゃう。いや、それがみんな多分こう、あ、でも恥ずかしいですよね。いいのかなみたいな、うん、ちょっとバカにされないのかなとかって、そういうのは全然なかったですか？なんかね、そういうキャラにしちゃったというか。ああ、そう言っちゃう。キャラ設定ですね。うんうんうん。もうそれこそローランドさんみたいな、そういうキャラになっといたら、何でも言えるよねみたいな。そう、なんか小町っていう多分キャラにしちゃったんだと思うんですよね。なるほど。じゃあ、実際の小町さんは、うん、そのプライベートの時はそんな、うん、ナンバーワンみたいな感じでもない。そこがまたね、全然違うんですよ、実は。どんな感じなんですか？ね、本当にね、誰かが誰かの悪口っていうのを聞いただけでも自分が傷ついた。繊細だった。なんで MC バトルなんか出てたんだろうみたいな。もう信じられないって感じ。結構ラップのバトルってディスり合いみたいなありますよね。ディスられますし、ディスります。なんであんなことできたんだろう。やっぱそういうの経験させられてる時代だったんですかね、その時は。あえてもしかして、繊細な自分っていうのがあんまり好きになれなかったんですね。もともと繊細だったんですね。めちゃくちゃ繊細だし、引っ込み思案だし。そうなんですか？もう幼稚園の時とか、人前に出るだけで赤くなっちゃうみたいな。それをもう強くなろうって思って、うん、ジャケットを着込んで、ついつぐらいからですか？でも徐々に着込んでいったんですよ。ああ、だんだん舐めてたんですね。で、最強になったのが小町だったんだと思うんですよ。なるほど。そう。だから結局その着込んだ状態で引き寄せてるから、引き寄せはできてるんだけど、結局自分じゃないじゃないですか。そうですね。だからそこのギャップでまた苦しむことになるんですよ。なるほど。はあ、でもそれみんな陥りがちそう。うん、多分引き寄せとか最近やってらっしゃる方も、うん、そこにズレがあった場合、数年後とかに、あってなる人もいるかもしれないと思う。ああ、まあそれは間違いじゃないし、全然間違いじゃないけど、うん、引き寄せたからといって必ず幸せになれるかどうかは分からないよってことですよね。そういうことだと思うんです。自分がちゃんとそれで引き寄せたものが合ってるかどうかっていうのを精査していかないといけない。うん、でもなんかその、着込んでいた小町っていう、うん、こうかっこいい自分っていうのも、うん、一つの自分が作ったボディースーツみたく思っていて、なるほど、それはそれで自分の作品みたいな感じですか。そう、またこれを着て何か表現することも楽しいし、うん、でも脱いだっていいんだっていうところにやっとたどり着けてるかなっていう。なるほど、うん、もう着てなきゃいけないから、うん、着ても着なくてもどっちでもいいよっていうところにしてる。そうです、そうです。もうそれみんなが目指してるところですよ、うん、じゃあどっちの私も好きって感じですか？今はすごいどっちも好きですね。すごい伝わります。本当小町っていうものを軽く敵視してた時もあった。そっちが大きくなりすぎちゃって、なんか本体置いてきぼりみたいな時もあったんですよ。だから本当の私じゃないのにみたいな感じ、なんかすごく葛藤の時期もあって。なるほど、うん、でも今は本当、あ、これもいいしね、こっちもいいよねっていう感じになんかすごく慣れてる。スイッチで切り替えてる感じですか？今日このファッションみたいな感じで。なるほど。今日は強めでとか、うん、そういう感じで。あ、そうそうそう。ちょっと強めのメイクとガールメイクの違いぐらいの。なるほど。はい、確かに小町さんのインスタとか見てると、お子さんとの写真とかもあるじゃないですか。うん、で、すごい、一人の女性っていう時の時もあれば、はい、アーティストとしてガンっていう時もあって、はいはい、そのか振り幅がすごいですよね。うん。うん、それ楽しんでる感じ？楽しんでますね。いいですね。そう。グラデーションを楽
しむっていうのが地球に来てる意味だと思ってて、うん、そうですね。なんかすっごい周りが本当に入れ墨の男だらけの時もあるし、可愛い女の子だけで話してる時もあるし、なんかその時の自分っていろいろな周波数を行ったり来たりできてて、あ、得してるとか思ったりします。本当だ。いろんな周波数経験してる。そうか、みんなが悩むのってどれが本当の私なんだろうって思うから、うんうん、これは違うあれは違うと本当の私どこってなるんですけど、うんうん、全部って思ったらいいんですね。全部ってやっと思えるようになったかな。でもちょっとこの葛藤の時期はでも長かったですね、うん、ああ、葛藤の時期はどんなことを考えてらっしゃったんですか。 あまりにもその本当の自分も主張してくるし、うん、でもみんなと接する時は小町で行かなきゃいけないしとか。それはやっぱり期待に応えようとしてたってことですか。期待にもそうですね、応えたいのもあっただろうし。今はそういうのはなくなってきたんですね。今も期待に応えたい時ってあって、あのその時は楽しく応えようって感じなんですよ。なるほど、うん、だから本体は本体で自分が大事にしてあげてるから、もうボディースーツ着る時はもうスキルビルみたいな。あー、うん、なるほど。そうそう、切り替えって結構難しく感じる人もいると思うんですけど、うん、どうやってできるようになりましたみたいな感じで。おー、かっこいい。なんでそこだったんですね。なんで今私、だから私一番苦手なのが、はい、そう、本当に思ってて、最高すぎる。照らし合わせてお伝えしてるっていうか、それさえですよね、うん。キコオンラインサロンスペースシップメンバー募集中です。キコに直接お悩みが送れるこのサロン、 YouTube 動画でのお悩み回答をはじめ、月1回のオンラインセミナー、ラジオでもお答えします。その他にサロン限定での個人カウンセリングのお申し込みや、無料カウンセリングが当たる抽選にご参加いただけます。 YouTube で出せなかったキコと対談企画の未公開秘蔵映像など盛りだくさんのコンテンツです。あなたもキコと一緒に毎日を開運日に、スペースシップでサクッと幸せになりましょう。詳細は概要欄で。